どうも、こんばんは。プレ放送のお時間です。バイ札幌心霊研究会。はい。イエイ。あ、これ変えなきゃね。うん、さ、あれ？あ。何を変えるの？あ、いや、タイトル。札幌心霊、あれ？心霊系。研究会。というわけで、札幌心霊研究会プレ放送の時間がやってまいりました。はい。どうもこんばんは。どうもこんばんは。札幌で活動しております。私、青井アリスと申しますが、昨日は、そんな少女心霊、なんだろう、何言いたいんだろう、私。まあいいや。でもね、どうしたんだろう、同じレコでのライブ、少女心霊のライブ、皆さん来ていただいてありがとうございました。ね、昨日は大盛況で終わりまして、はい、無事終了いたしました。はい、ありがとうございます。本当にありがとうございました。今のところ決まっている予定は、はい、来月、はい、12月30日、あ、ラジレコの年納め、はい、そこっきというか、ライブ最終日になぜか我々心霊研究会の研究報告会、はい、はい、と、まあ、少女心霊、はい、柳田誠一郎本名言っちゃった。ごめん、まあログ残ってないから、勘弁して、誠一郎のライブがございます。はい、誠一郎氏もね、はい、成仏水湯という曲で、参加していただきますので、そうですな、皆さんお楽しみにしていてください、はい、ね。でね、今日はね、うん、まあ、まだプレ放送ですけどね。はいはい。今日は？まあ、一つ発表がございまして、お、とりあえず、お、札幌ネットテレビ、はい、第2放送、はい、スティッカムの仕様変更に伴いですね、はい、一旦放送休止となります。ほうほうほう。ああ、そうだそうだ。はい、それで昨日、徳能さんの番組も、最終回、うん。最終回。とりあえずで。ということでですね、はい、まあ、一旦我々も、もう冬も近づいておりますので、はい、お休みしようかなと。まあそうだすな。でもね、やめないから。うん。うん、分かった。言っとくけど、やめないから。どんな手を尽くしてでも私、この放送では続けるんで。あくまで休止ということで。休止っていうかね、多分休んでも1回とか2回だから。あ、そうなの？あ、そういう感じなの？いや、俺の中ではね。あ、分かった。あくまで俺の中では。まだ予定は未定だけども。はい。まあ、なんかの形で放送をお送りしようと思ってます。はい。はい。じゃあ、そんな感じですね。はい。ということで、今回の、うん、まあ、場所の目的は、はい、何かというと、はい、本当に攻められなかった場所っていうのが2カ所ぐらいあるんですよ。あ、これまでの放送でってことですか？これまでの放送凸の中で、はいはい、心霊スポット凸の中で、うん、攻められなかった場所っていうのが2カ所ぐらいあるんですけど。どこだっけ？はい。一つは、一つ。まあ、先日行いました。はい。旭ヶ丘公園、小池鹿。これね、まだ未発見ですね。ああ、そうだ、この前のね、はい、私がなんか発火しちゃったやつですか、写真で。そう、写真で発火しちゃったんですね。あ、 あれはまだ、まあ、場所分かってないですね。そうだね。そのもの自体は発見できていない。うん。もう一つは、うん、まだこの放送が、うん、なんていうんですか、心霊スポット凸を始めた時期。うんうんうん、まだ雪深い時期でしたね。そうだね。そういえばそうだった。その時期に、うん、行った、はい、天然温泉跡地。ああ。あれも先が雪が深いもんで、まあ、この先行けないね、みたいな感じになったじゃないですか。そうだね。うん、なったなった。なので、はい、まあ、この2カ所がまあ残っているわけですよ。そうだね。うんうん、で、放送を、まあ、一旦休止するにあたって、うん、とりあえずそこを消化しておこうと。あ、そうなのね、うん。というふうに私思いまして。思っちゃった。うん。なるほど。で、言ってもですよ。うん。旭ヶ丘公園は、うん。まあ、一回探索はしてますので、うん。うん、まあ、見つけられなかったというね、はい。そうですね。探索はしてますので、うん。まあ、これはいいかなと。うん。まあ、いつかね、うん、いつかちゃんと探索して見つけたいですけどね。そうですね。はい。まあ、とりあえずいいかな。問題はですよ。うん。天然温泉。うん。これ雪降る前に行っとかないと。うん。また行けない。もうまた行けないってことになっちゃうんで。うん。そうだね。うん。探索さえもできてないから、雪に阻まれて。うん。
ああ、そうだそうだ。うん、そういや、そうだった。ね、カタキさんが、あの、大の苦手の定年温泉ですね。今日いるんですよ、実は。実はいるんですけど、さっきは寒気がしてしょうがなくて、ちょっと今日やばいんじゃないかなと思いながら。で、言っても3連休中日なので、そうだね。今日は放送休止前ということで、はい。サヤリーも来てくれてますんで。ぬ、うん、はい、まあ、あの、こんばんは。いまーす。サヤリーでーす。サヤリーもね、いてね、心霊研究会正式メンバー4人がね、おお、バシッと揃って、おプロメンバーで揃って、じゃあ、とりあえずの第2シーズン、心霊研究会第2シーズンのですね、うん、最終回を飾ろうかなと。おお、いいですね。という形で、定年温泉リベンジを今日行いたいと。あ、でも、サヤリー来てることないんだよね。ここ行く初めてだよね。ね。うん、いや、帰りたい。いや、私ですな、多分ここ引っ張られちゃう系なんですよね。でね、言ってもね、うん、結構きつい回が2回今回続くわけですよ。え？皆さん覚えてらっしゃいますか？先週の放送。そうですね。夕張のね、配送行きました。いや、でもやばかったよね。夕張南部青葉町。そうだった。殺人犯がいた会社をね、うん、探しに行ったわけですけれども。なんとか庄司。ええ。俺も名前忘れちゃった。日高庄司。あ、そうそうだ。日高庄司を探しに行ったわけですけれども。うん、まあ、道中、配送について、うん、所さんをゲストにお迎えして4人で探索したわけですけれども。うん、その中で撮った写真の1枚。まあ、これ強烈でしたね。あれはやばかった。ね、今、Facebook のページに上がってますもんね。上がってます。はい。まあ、安定の、私が写真を撮ると、うん、まあ、何かが写る。あ、うん、あと、アリスさん、私のカバンの中に、写真また、カメラ入ってるんで。あ、ほんと？うん。ああ、わかった。うん。あ、違う、そこに入ってないかもしれない。え？うん。とりあえず、車降りてからの方がいいんじゃないかな、うん、探すのはね。いや、今探さないと。あ、ほんと、私今パソコン持ってて、なんだけど。アリスさん、はい。カバンの中にカメラ入ってたっけな。という先ほどのカバンをまた探していただけても、家に置いてきたもう一個のカバンの方にカメラ入ってる。カメラ、ね、デジカメが入ってるかもしれない。赤いケースに入ってる、うん、カメラ、うん、赤いケースがあれば間違いない。気が収まらないですというカッタキさんの声もあるんですが、借りたいです。私は大丈夫っぽいよって言ってみるよ、うん。まあ、外見てないから何とも言えないんだけどね、実は。で、ね、まあ、今日はじゃあこの iPhone の方を使って。あ、これだ。あった？あった？赤いケースの。赤いケース。ああ、あったあった。じゃあ、いつもの、じゃあ、それ私撮りますよ、したら。あ、ほんと？うん。え、あ、わかった。じゃあ私言う。お前、PC 持って歩く。あ、俺持って歩くか、したら今日は。じゃあお前、ちょっと撮って。あ、わかった。写真撮りたいの？もうなんかもう早くも引き寄せられかけてるんじゃないですか、大丈夫ですか？え、違う、今日はね、なんと私、あれを持ちたいんです。何ですか？あれですよ、あれ。画廊券？うん。ああ。これ気がしとくね。なんと、私勇者になれるの？かっこいい。やったこれマジで冒険モードじゃん。うん。なんか今日、なんか全然テンション上がんねえや。実は私、今さ、外の風景を全く見てないからね、わかんないんだよね、うん、実はあんまり。こんな感じ。ホラーで。あ、そうなんだ。へぇー。マリさん、前来たとき結構ビビってたのに、今回飲んだときなんだ。あのね、多分サヤリーとお話ししてたから。だって、覚えてます、アリスさん。ん？前回、何か、カメラだっけ、カメラを持ったまま一回逃走してるんですよ、うん、あ、そうだよね。私でも逃走事件なくなりましたよね。逃走中？え？逃走中。え、逃走し切ったらお金くれるの？逃げられればね。まあ、ということで、はい、ちょっと攻めてみようかなと思うんですけど。わかっ。うん。何、トイレ行きたいの？いや、逃走事故が起きるかもしれない。え、やめて。いやー、なんかね、寒気がひどいですよ、今日は。そういえば、ところでですね、やっぱり昨日、合わないですね。ね、昨日ね、さやりね、少女心霊ね、はい、新曲発表だったんですよね。しましたね。そういえば。
ね、しましたよ。したんですよね。うん、早くもね、好評でなんかもう早く CD 欲しいみたいなことをおっしゃってた方もいらっしゃいますからね。あ、そう、それそう、本当に言ってた。マジですか。あと、なぜか博士に心霊カレンダーを求めている方そうですね。それね、あのね、それ聞かれたんだよね。うん、して、いやー、それね、博士に聞いてみたらいいと思うよって言ったら本当に聞きに行ってて。うん、あのわざわざ呼ばれまして。そう。心霊カレンダー、お願いしたいと思うんだけど、大丈夫そうですかって言われたから、もう受注生産でいいからやっちゃえばいいじゃないですか。欲しい方は私に言ってください、個人的に。今、写真を選定中でございまして、2015年札幌心霊研究会カレンダーの方ですね。うん、作るのね。受注生産で。作る感じで。お売りいたしますので、もしよろしければ。そう。ねえ。本当にあれ欲しいんだね。本当に欲しいみたいだね。あの子ちょっと大丈夫かなって思うよ、本当に。ちょっと心配。どうするんですか、それ。我々が撮ったあの写真を。あ、そうそうそう。あのね、まずね、円形校舎の写真でしょ。はい、夕張の写真でしょ。はい、で、あと、空沼の写真もあるでしょ。はいはいはい、あと、なんか、いっぱいの、コアダスト。星置きの滝のね。光明館とか。あ、光明館もある。あとは、あとあれだ。あ、星置きの滝のやつ。定山系の。あ、定山系とか。星置き。うん、まあ、いっぱいあるんですよ。うん、選ぼうと思えば。ってことはさ、いい写真あった。夕張の廃病院。顔写ってるやつ。あ、はい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 。12ヶ月いけますかね。まあ、2ヶ月ずつで6枚でもいいんですよ。あ、なるほど、うん。ちょっと強烈なの6枚とか。そう考えたら我々あれですよね。うん。撮ってきましたよね。うん、バカだね。そしてまた寒気がするとか言いながらまたここに戻ってきてるのがね。そうそうそう。まあ、ある意味平和の滝とここの天然の温泉は原点です。まあ、そうですね。我々の。そうですね。そうだよね。この放送は原点なので。そうだよね。2014年、セカンドシーズン。はいはい、うん、まあ、締めくくりを飾るにはね、原点に戻れとちょうどいいところじゃないかなと思うんですよ、うん、なるほどね、はい、なんか一区切りつきそうな感じで、うん、確かにで、ね、ここはね何回もリトライしようとして失敗してますから。そういえばそうだよね、うん、ロケハン来た時とかでもダメだった気がする。一回ロケハンに来てるんですよ、リベンジのために。でその時は博士が、あ、ちょっと今日これはやばいっていうことでロケハンですら中心になったパターンの場所なんですよね。うん、白い装束の女の人に追いかけられました。はい、え、ここで？うん。だってこれはもともと昔この放送とか始まる前に鈴木博士が、うん、個人的に来て偉い目に遭ったんですよ。偉い目に遭いましたよ、ここ、うん。っていうところでしょ？はい。前話したじゃない。うん、まだここに温泉旅館がある頃、建物がある頃に来て、うんうん、で、建物の中入ってって、うん、ちょっと窓ガラスが、他の窓ガラスがバリバリ割れてるのに、うん、窓ガラスが残った部屋に入ってったら、窓ガラスの外を覗こうとして、ガラスに顔を近づけたら、バーンって手が出てきた。なんでそんな驚かし方するんですか、幽霊って。びっくりした。警告？うん、で、わーってなって、みんなで逃げた時に、うん、入り口付近で、遊びに来てんじゃねえぞって言われたんですよ。幽霊が。そう。はっきりと言ったの？うん。はぁ、あ。俺の耳元でね、ここで。いやいや、怖い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 。無理無理無理。リーム。リーム。すごい耳元すぐそばで遊びに来てんじゃないよ。いやー、警告だったんですね。来ちゃいましたけど、また。いや、もう、大丈夫？その城なんとかの人。ん？城所属の女の人で。大丈夫？その辺にいると思う。いやー。ちょっと嫌だよ。あ、ちょっと今日俺やられそうだな。大丈夫かな。いや、見えなかった人が見えることってあるんですか？まあ、ありますよ。そうなんだ。私は多分ね、見えないけど、またもらって帰りそうな予感がプンプンするんですよね、ここ。今日の車の座席空きないですよ。あ、それが、後ろは、これ7人乗りだっけ？ 6 人。6か。でも来るときはどういう感じ？完全にね、荷物置けば私座席になってない。お前の席ねーから。あ、なるほどね。出ないですね。ということで、うん、まあちょっとね、いろいろとありますけど、そうそうですかね。うん、突如しようというふうに思っております。はい、突如1分前となりました。はい、本放送1分前でございますよ。足痛。
足痛い。大丈夫？歩いてたからね。そう、10キロ歩いてる。10キロ歩いたの、うん、それすごいね、うん。頑張ったね、お疲れ様。足のある人間なめんなよって感じで頑張ります。むせちゃった。はい、ということで、アイさん、あの、放送開始の準備をしてください。はい。はい。じゃあ、12時になったら、ポチッと押せばいいのね。うん、あ、咳してるところが。意外にさ、順、あ、はい、どうぞ。じゃあ、ポチッと押せ。せーの。はい。うん、大きな忘れ物、やりきれぬ思いを伝えるミッション。小さな出来事でも魂の奥にこびりつくファンクション。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。日曜24時からは札幌心霊研究会のお時間でございます。妖研究会。妖研究会。はい、ということで、今日も始まりました札幌心霊研究会でございますが、はい、私、鈴木博士がお送りさせていただきます。はい。いつもながら画面にはほとんど映りません。はい。はい、ということで今日のアシスタントは2名います。どうぞ。はい。じゃあ私から行けばいいのかな。はい、まずは、札幌でシンガーコスプレアイドル、心霊アイドルとして活動してる青いアリスです。よろしくお願いします。はい、はい、そしてもう一人。はい、皆さんこんばんは。顔半分だけしか映ってませんが、よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、札幌で活動中のシンガーソング占い師、少女心霊の片割れの方のさやりと申します。はい、はい、というわけで二人合わせて少女心霊です。霊です。はい、はい、そしてレギュラーメンバーでございます。はい、一応あの始まる時はね、機材担当ということで始まりましたが、はい、まあ、あまりに取り憑かれすぎるんで、あの普通の出演者となりました。あ、そうですね。はい、心霊研究会の平井心です。はい、今日はね、3連休中日ということで、はい、正式メンバー4人でお送りする形で、ね、今日の心霊研究会を、心霊研究会をお送りさせていただきます。はい、で、皆さんにお知らせがありますが、はい、はい、突然ですが、心霊研究会、とりあえず一旦休止となります。はい、書いてたけどね。なぜ？なぜよ。あの、なぜかと申しますと、はい、スティッカムさん、今、スティッカムさんから放送しているんですけれども、はい、スティッカムさんの仕様変更に伴いですね、はい、札幌ネットテレビさんの第2放送、うん、こちらの方が一旦休止となります。はい。はい。で、まあ、休止に伴いまして、はい、この第2放送で放送している番組、うん、こちらの方はですね、うん、一旦お休みしましたと。うん、なるほど。いう運びとなりました。はい。なので、12月、23日、はい、今日の放送をもって、札幌心霊研究会、実はこれ第2シーズンだったんですけども、うん、第2シーズンは、これにて一旦最終回と、はい、させて最終回いただきたいと思いますが、うん、あの札幌心霊研究会ね、うん、と言ってもね、なんかアメリカのドラマみたいな形なんだわ。第2シーズン終わったら第3シーズン始まるから。うん。でもそんな間置かないで、なんかお前はビバリーヒルズ青春拍手かみたいな感じで、はい、あの第3シーズン始まりますので。古いですけど。新しい方が良かったドラマ。いや、まあまあまあ、そこ広げなくていい。全然わかんないんだけど。はい、
ということで、第3シーズン近々開始予定ですので、はい、皆さんそちらの方をお待ちください。はい、うん、今回の、ね、仕様変更、なんか iPhone で見れるようになったりとか、結構大きな変更っぽい、ね。そうだね、大きな変更が入って。あ、そうなんだ。うん、いろいろとね、大きな変更が入りまして、まあ、ネットテレビ局長ともね、ちょっと、うん、打ち合わせを何回かしてるんです。はいはい、仕様変更は入ったらどうしようかみたいなところが何回も話をしているので、うん、その話もまとまったらですね、うん、第3シーズンの方を始めたいと。なるほどです。じゃあそれまでね、いうふうに思っておりますので、はい、そちらの方をお待ちいただければと。はい、しばし、はい、この毎週頑張ってるアリスちゃんとかにお休みをいただけると。そうですね、ちょっと身を清めてまいりたいと思いますので。そうだね、あとはまあ、ね、過去の放送をね、もう一度振り返ってみていただくのもよろしいかと思います。うん、そうですね、視聴者の皆さんは。あ、ウラステカムさんから、うん、あの入ったんですけども、うん、12月中にはやりますと、うん、コメントいただきました。はい。はい、ということ で、 とりあえず今月の放送はもうないよと。そうですね。で、12月になったら、まあ、やるよと。うん。まあ、来月、交互期待ってことですね。でかさ、はい、みんなさ、心霊スポット見たいでしょ？シーンとしたよね、今。誰もいないの。行きたい。楽しいでしょ？うん、楽しくないか。いや、楽しいよ。いやー、そりゃ博士が楽しいならそれでいいんじゃないかな。俺は楽しいね。いや、あのね、ドキドキするんだよね。うん、はい。でね、まあ、この最終回、第2シーズン最終回を迎えることになりまして、はい、私考えました。うん、どこ行こうかなと。うん、で、まあ、プレイの時にもちょっと話をしたんですけども、うん、心霊研究会ね、うん、突撃できていない場所というのが2箇所あるんです。うん、それがですね、うん、一箇所は、旭ヶ丘公園小池しか。うん。探索した。はい。で、もう一箇所は、手稲温泉跡地。あ、まあ、これは雪のせいで行けなかったですね。雪にはまったりしましたね。はい。なので、まあ、このどっちかを攻めようというふうに思ったときに、うん、まあ、言ってもですね、旭ヶ丘公園は一回探索をして、うん、現地に行って、探しましたから。なるほど。まあ、結構ね、頑張って探した、うん。結構頑張って林の中とか探しましたから、うん、まあ、これはね、うん、第3シーズンに撮っておこうと。ね。では、実はね、情報をいただいてまして、うん、小池鹿の場所、分かったんです。え？なので、確実に攻められるっていう、そのあれがあるので。頑張って探したんです。伏線がね、できてるんですね、もう。そうです。ですから、これは第3シーズンをお待ちください。はい、わかりました。はい、で、はい、じゃあ、どこを攻めるってなったら、うん、はい、今、おります。この場所は、手稲温泉跡地。はい。ウラステカムさんがね、心霊スポット見たいよって。ほら、見たいでしょ見たいよーって書いてるんだよね。ちなみに。リスナー求めてるんだよ、心霊放送。しかもステッカーって本当にね、うん、この、あれでしょ、うん。見たいです。まあね、見てる方はね、そうなるんでしょうけどね。いや、そこで、まあちょっとね、お休みいただいてる間に、はい、放送環境とか、うんうん、まあ我々の放送若干音声のね、やっぱり、うん、品質の問題があるので、うん、そういった部分もね、ブラッシュアップして、うん、また皆さんにさらに高画質、高音質なものをお送りできるようにしようかなと思ってます。まあ、ちょっと3回。はい、どうぞ。博士のやる気満々さに若干引くんですけど。なんで引くんだよ。第3シーズンは、じゃあ、こう、パワーアップして帰ってくるってことですか？もちろん当然ですよ。そのための休止期間って考えてもいいですか？当然です。あ、ちなみに、ステッカムさんから、はい、千歳市の円形マンション配信希望だそうです。わかりました、わかりました。覚えててください。円形マンションですね。場所わかりますよ。うん。あそこからやりましょう、したら。早くも、早くも希望が来ましたけど。リクエストがたくさん来てますね。行きましょう。じゃあ、千歳の円形マンションに。場所もちゃんとわかってますか？なんか、それで分かっちゃうんだ。連載最終回になって、うん、次また新たな新連載をするまでのなんか、うん、漫画家みたいな気分。そうそう。ちょっとなんかバカンスしたくないでも。はい、なんかね、ちょっとゆっくりはしたいけども、うん、いや、でもね、我々はそんなにね、こう、ファーっとなってる時間ありませんから。なぜそんなやる気満々。あ、ノリデスさんからコメントいただきました。はい、生です。お、ノリデスさん、こんばんは。はい、今、現地におります。はい。これから、札幌某所にある、某所って言ってももうバレバレだけど、手稲温泉跡地に、
これから突いたしますので、はい、っていうかもうその場所にはいるんです。これから先あの社外に出て向かっていけばもう、はい、その場所に行けるので行きます、はい。まあ、何が起こるかわからないのでいきなりブツンとね放送が切れてしまうかもしれないんですけども、うん、ご了承くださいと、はい、まあ、電波的な意味で ね、ご了承ください。生放送なのでそこはご了承いただければと思います。誰かいますか？誰かいる？いますか？放送チャット欄の話ですかね。はい、まあいいでしょう。はい、はい、ということで、じゃあ、はい、行きましょう。はい、じゃあ、突しましょうか。突るかい。じゃあ、突ろうか。まずじゃあ、社外に出ます。社外に出るよ。あ、ねえ、もうねえ。本当にね。これは、どうしたらいいのかしら。で、抜いた？これを抜けばいいの？うん、はい、抜いたよ、ここ。で、ちょっと映像乱れますけども、はい、そして剣がね、そうアイテムもございます。私ちょっと勇者に最終回にして勇者になるよね、はい、いいですね、うん、剣出そうです。剣はね、カタキさんが持ってる。 あ、ちょっと待って、今後ろ大丈夫？はい、大丈夫かな？大丈夫です。すげえめくれてた、びっくりしたわ。あ、ちょっと買ってきた、私に剣をください。それ、あの、まあ、それ抜いて持っていこう。これはいらないよね。今日は武器を所持していく。はい、勇者ある日、はい、帽子から今日はお借りしてきました。あ、下気をつけてお前。あんまり振り回すと危ないよ。はい、ガロー剣でございます。剣おめでとうございます。ガロー剣がよくわかんないけど、まあいいや。ガロというですね、特撮もの、テレビ番組があるんですけど、それに出てくる、ガロー、守りしいものガロが持っているガロー剣、こちらの方ですね、帽子にお借りしてまいりました。勇者、はい、勇者、わざわざね、昨日ラジレコに持ってきていただいたから、はい、勇者アリス、勇者アリス誕生、誕生、はい、爆弾、爆弾、もうドーン、ドーン、はい、ということで、じゃあ早速向かっていきましょうか。シミュレーション、仕事シミュレーション、わびっくりした、本当にびっくりした、再生モードやつだ、これ本当にびっくりした。何にびっくりしたのかと思った。あの、もういただけないですね。もう結構大きいですね。はい、ということで、いやー、懐かしいですよ。うん、静かに行きますか。あれ、あそこ家なので、シャッとしたら、あまり行くとダメかもしれない。やめようか。これがやばいですね。気づいてもう元気なんですよ、ここ。こそうね。ほら。これ。うん。いや。ここなんです。ここも元気だよ。すごいでしょ、これ、ね、ナショナルってあの看板ある。もうここに潰れちゃってんね、物自体が。うん、ほら、あとがこだわりでしょ。でもね、あんまり騒ぐとここは危険なので。これさ、フラッシュって高ない方向なのね。大抵は向こう側、向こう側。うん。そんな感じだね。こっち側にね。そう。どうです？カッタキさん。借りたいです。すごいでしょ、ここ。借りたいです。この途端の屋根、これが屋根の跡ですね。寒い。うん、ここ手にヘルスセンターっていうのがあった跡なんですよ。なんかあかん感じに寒いね。この辺がね、昔の名残を残してますね。
ここは、丁寧ヘルスセンター、丁寧温泉跡地です。剣持って、剣持って、この跡地に。いかがでしょう、勝田木さん。こちら、来ていただけますか。大丈夫大丈夫、気をつけて。気をつけて。まだ行きます。うん、いや。もう不法投棄とかすごいですな、ね、もう建物なくなっちゃってね、完全にね。うん、しちゃったね、すごいね。勝田木さん大丈夫？ちなみにね、勝田木さん、あなたの立ってる後ろにいますから、今。映して大丈夫？うん、そっちの方だけ行きます。はい、ストップ、ストップ。はい。うん、そうそう、そっちの方に広がったら、そっちの方に。うん。危険だね。もう、ズブズブだね。どこ行くの次。うん。で、一旦戻りましょうか、ここ危ないので。うん。じゃあ、戻っていきます。大丈夫？大丈夫？結構やばい。戻りましょう、戻りましょう。ここはちょっと危ないので。というかね、ごめん。すごい警告されてるから、早く戻った方がいい。大丈夫ですか？大丈夫ですか？戻りましょう、戻りましょう。戻りましょう。はい。エンジンかけちゃうけどいいの？早いな。早いな。はい、どうぞ、乗ってください。アリさん、いいですよ。はい、まず、ガロー券。あ、発泡スチロールもらってもいい？これはまず、閉まった方がいいな。はい。そう、これもいいですか。はい。勝田木さん、一回ライトオフで。これをまず受け取って。はい、一旦映像見られますよ。はい。アリスさん、これ受け取って。はい。はい、もう5分ぐらいですね。で、あ、充電をしてか、充電器が見当たらないんだけど、はい、これ、あ、ありがとう。はい、あ、ダメだ、もうあそこ強烈ですね。いや、ダメだ、ここは。あんな暗い、真っ暗闇でだけど、うん、あんな、しかもただの藪のような感じでしたけど、うん、なんかいたんですか？あそこは、今、女の人が立ってましたよ。え、なんかちょっと、スモールライトですよ。女の人って、あの、隣の民家の人でなく？じゃなく。見えざる者です。それを、それついてきてます？今ね、そこに立ってる。そこの向こうに。見えない、わかんない。まあね、それ見えたら多分ね、大変だと思う。そう。だって逆に、私後ろが全然見えなくて。ああ、こっちね、車的な意味でね。へぇ、その人、撮れました？どうでしょう、写真は今日期待できないかもしれない。オーブは映りました。オーブは映った。はい、いつも通りの安定のオーブですね。あ、右に寄ってる。コツンって行った。うん、行ったね。あ、それは木でしょうけど。はい、うん、あ、これか。いや、ダメだ、そんなに、ここそんなになんかダメだ、これももうちょっと左に寄りましょう。ちなみに、勝田木さん撮ったらオーブだらけでした。あー、これ夜景じゃないの？うん、白い光があるね。
丸。あ、ここね、うん、この辺り。この辺は夜景だよね。うん、けど、オーブらしきものも映ってるし。うん、おお。なんか、チャプランが結構たくさん言ってくれてましたね。はい。生で今やっておりますが。はい、今行ってきましたね。天然温泉跡地。左にぐーっと切って。ちょっと真っ暗闇だったんで、ちょっと、多分、あの、ね、あと見てる皆さんにお伝えできたか、その、うん、様子がお伝えでききってるかわからなかったんですが、うん、基本、あの、建物がもうすでに壊れてなくなっている跡なので、ね、あの、やぶです。やぶで、あの、その、そこかしこにその残骸が散らばっている場所なので、うん、足元はすごく悪いです、ね、そうですね、危険ですね、うん、プラス落ち葉でか、うん、あの落とし落ち葉で地面がこう覆われてるから、はい、思わぬ溝にはまってこけそうになりそうな場所です、はい、そうですね、私も一回はまりました。ちなみに私は負傷しました。大丈夫ですか？うん、あの木が刺さった。大丈夫？うん、そこまであのぐっさっては言ってないんだけど、うん、雪に足跡残してきちゃったけど大丈夫かな。あ、大丈夫です、大丈夫です。はい、でもあの普通の人間が見たら、あ、誰か入りやがったなって分かる。肩が痛いです。あ、肩が痛いですか。いや、じゃあ手乗っけられたからちょっとその影響が残ってるだけでついてきてないんで大丈夫です。乗っけられたの？肩が痛い。肩にこうやって手乗って白い装束の女の人が立ってた。肩さん、やっぱりなんか持ってるんですか？肩さんにの肩に肩ポンした女性は、はい、そこの、はい、あの以前に博士にあった音量さん、そうです、その方です。うん、そうなんだ。じゃあこう左に行きましょう、ね、今度は何ですか？え、右じゃないのって思った？いや、こう左に曲がるってことはそういうことなんだろうね。だってさ、正直取れなきゃ足んねえなとは思ったけど。だってそうでしょ。まだ分ぐらいしかトッしてないからね。全然トッしてないもんだって。なんで今度は裏側から集めるとかですか？いや、また別のところってことですよね。今あれなんで、滝ですよね。滝？え、なんで片木さん滝とか言っちゃうの？滝、あ、滝行ってもいいし。あ、パトカーはある。気をつけましょうね。この仕事中パトカー見るとなんかキッとするな。わかる。あのなんかね、幽霊より怖いよね。なんかね。抜けたか。じゃこのままですね、うん、滝に行くか、うん、あの小樽の海岸行くか。小樽の海岸にしよう。無数の手が現れるという小樽の海岸。なんかね、サヤリがキラキラしてるから小樽にする。海と聞いて。海と聞いて。いや、この間ね、小樽にシャコ食べに行ったんですよ。はい、今旬だから。おう、もうね、すっげえ美味しかった。20匹くらい食べました。シャコってどんな甘くなるの？なんか、エビの仲間。食べたことない？シャコ。お寿司屋さんとかにたまに見るけど。シャコはね、たまに出てるよね。本当、でもお寿司屋さんで食べたことがないかも。本当、美味しいよ。本当？見た目グロテスクだけどね。エビっぽいけど、なんかもう少し扁平になってて、平べったいエビみたいな感じで、うん、でもお肉はすごく美味しいからね、私は好きなんだけど。海産大好きで、うん、そう、あ、そう、さっきお話しした好きな食べ物、うん、うん、あるあるある、私カツオのたたきが大好きなんです。あ、カツオのたたき、カツオのたたき美味しい、うん。ついてますけど、好きな食べ物の話してるんですけど、まあ、もう一箇所でちょっと海岸みたいなところとかなんかちょっと探していこうと思うんですけど、はい、ただいま車で移動中です。その間にね、その、まあ、心霊放送の思い出を話してる。第2シーズンの思い出、え、しょっぱなから振り返って。いや、しょっぱなじゃなくてもいいんだけど、うん、要するにこう印象に残っている出来事、はい、場面。あのね、印象に残ってる出来事、場面で言うとね、うん、個人的には一番最初にやっぱり生かされた平和の時で匂いを嗅いでしまったことだよね。おけ臭いって言ってたやつ、うん、なるほどね。あまりにもびっくりしすぎて、まあ、逃走しちゃったわけなんですけど、うん、あれはだって私、心霊スポットって、うん、そもそもね、心霊スポットには行ったことない人なんですよ、はい、一度も、はい、人生で、はい、ね、その中で初めてなんか行かなきゃいけなくなって行ったわけじゃないですか、はい。で、初めて心霊体験をしちゃう的なノリ。はい、そうですね、うん、しかも心霊スポットで、はいはい、あれはもうびっくりしちゃった、うんうん、びっくりしちゃった。いや、本当にびっくりして耳がでかくなっちゃってないんですけど。ね、
あれはびっくりしちゃったよ。耳がでっかくなっちゃったの、くだりいるか。いらない。気にしないで。他にはないですか。あとはね、私に実はちょっとだけ霊感があったってことを知ってしまったことかな。まあそうだね。サヤリーは。私はそうだな、まあ、数回しか参加しなかったから、うん、最初に公明館に行ったんですよね。そうだね。結構なんか濃かったっすね。あ、公明館濃かった。結構、まあ、いろんな意味で濃かった気がする。そう、あのそう本当にいろんな意味で初参加の公明館がとっても楽しかったので、あ、それからはダイヤマシーと一緒に参加することが多かったから、結構私が参加した回は大人数での散策が多かったから、経験校舎だったりとか、レンタソさんがいたりとかして、そうだね、だから楽しかったですよ。あ、よかったよかった。ちなみに私は結局一回もそういう現象、あの人影とか、うん、あの音とか、音はちょっと聞いたかな、うん、あのピシピシっていうなんかラップ音なのか足音なのかわからないけど、うん、音がしたことはあったんですけど、うん、でもなんかそれ以外の視覚的になんかそういうものは見てなかったかな、うん、相変わらずゼロ感です。一個あった、夕張もう廃村じゃない方、はいはい、病院で私お腹痛くなったのがびっくりしたから、そういえばそうだね、そんなこともあったね。あったよね。めっちゃなんか、あとね、あ、その後だよね、もう一回あったのが円形校舎だよ。ああ、あそこでもお腹痛くなったよ。そうだね、うん、でもね、お腹の痛み具合で言うと、はい、円形校舎の方がやばかった。ああ、なるほど。あの、動けなくなったんだよ。はいはいはい、でも動かなきゃと思って動いたんだよ。離れると楽で近づくとダメだった。うん、そういえばあった、それ思い出した。ちなみに博士はないの？俺が一番一緒に残ってるとか。うん、そうだな、あのね、うん、円形校舎は結構きつかったんだけど、うん、でもやっぱりね、ホテルリリと、あ、公明館っていうこの2個。あ、なぜかというと、はい、両方ともね、うん、稲川先生が訪れた、スポットなわけですよ。うん、この2箇所に、うん、まあ、要は行けたっていうのは、うん、すごく楽しかった。あ、やっぱり稲川淳二大先生訪れた地ということで、はい、第3シーズンはちょっといろいろブラッシュアップした上でですね、検証もやってみたいなというふうに思ってるんです。検証、稲川先生の、あの恐怖の現場というね DVD にやってることなんですけど、現地まで行きます。はあ、行って、はい、稲川先生遠くでモニターしながら女の子二人その心霊スポットに残してですね、おお、なんか起こるかどうかっていうのをモニタリングするっていう、おお、だな、なかなか、うん、これをやってみたいんですよ。なんかそれちょっと前に私は稲川先生の見せられた記憶があるんですけど。ああ、そうです、あれ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 、やるの、あれやりたいなって思ってんだ俺。おお、わお。おお、あ、懐かしの星置きの滝が近くになってますね。ああ、いや、もう行きたくないっす。残すってどれぐらいなの？どれぐらいいればいい？10分ぐらい？ほんとね。なんか起きるまでとか言わないでね。1時間とか。基本的に30分から。風邪ひくよ、それ。50、まあ、今。今なんか聞こえたんだけど、何？なんかさ、俺はあそこ嫌だってずっと言ってるでしょ。今、誰かの携帯だった？いや。これ右に。今カタカタってなんかさ、なんかの着信音的な感じだったよね。そうだね、なんかね、言ってもね、うん、聞こえ方によっては女の人の笑い声。え、そう、私なんかね、着メロっぽかった。どういう声かね、俺声聞こえましたよ、パターン。え、どういう声が聞こえたの？聞こえてたやつ。私後ろで。なんで、人だって後ろにいたもんだって。え、なんて言ってたんですか？ただ、しかも今またさっき音なんなかった。分かんない。で、本当にこの車さ、大丈夫？ついてきてない？え？で、今また落としたしょ？うん。で、今大丈夫？本当に
いや、安全運転よろしくです。あのね、見えないのは上なんだよね。あ、まあ、そっか。これ上見えたらびっくりだよね、こっちも。ちなみにね、あの手入れ温泉については2回行ったことがあってですね、はい、1回はそうやってそういう恐怖体験、これ左に行きます。あ、白い人が、はい、あの追っかけてきた、はい、もう1回は普通に何もなかったんです、うん、何もなかったんだけど、はい、車に戻ったじゃないですか、ああいう感じで、うん、車に戻った時に、うん、あの下に落ち葉がいっぱい落ちてたでしょ、うん、その時もああいう感じで下に落ち葉がいっぱい落ちてたんだけど、うん、違ったの、帰ってきたら車の上に全部落ち葉が落ちてた。おかしいでしょ。え、乗せられたみたいな感じ？やばい。車内に乗ったら、うん、動物の匂いがした。え、動物？うん、え、それって動物いました？いや、動物、いな、動物で、みたいな感じ。うん、獣臭がしたもんね。すごい獣臭。なんか、あの、車の上に葉っぱあってたのが、千と千尋みたいだね。あ、そうだね。この前、千と千尋やってた、うん。そういえば。なので、まあ、そういう体験も不思議な体験でね、この、フロントガラスに5箇所ぐらい手の跡が、うん、なんでそんな、いやどうしてそういうことをしちゃうのかな。いや本当びっくりしました。いやびっくりですな。そう、ということで今ちょっと私あの、まあ、時間もまだまだあの1時間の放送枠があるものですから、ちょっと休前日特大祝日拡大、拡大スペシャルじゃないけど、そして最終回特別スペシャル的なノリでやっちゃう。でですね、にゃ、まあ、海岸まで行くのは何もないので、うん、近くに何があるというふうに考えたときにですね、うん、まあ、中までは入れません。中までは入りませんけど、にゃ、あの、手に山口には、はい、火葬場のそばに行って、はい、そこから、これ右行きましょう、ごめんなさい、火葬場からお送りしようかなというふうに思うんですけれども、また顧客さんにはしないよね。あそこなんですよ。私、そしたら亡くなったおじいちゃんやおばあちゃんに会いたいです。あー、なるほど、はい、私もね、一回ね、おばあちゃんそこで焼いてるんですよ。はい、あの多分札幌市民で、うん、あのお葬式が終わった後、ほら、あの骨上げ法要とかする前にね、はい、うん、あのこう最後のお別れをするじゃないですか、うん、そんな感じで、あの山口、定年山口の火葬場って、はい、結構よく使われる。そうですね、うん、そうなんだ。山口の火葬場はね、結構よく使われる。そうそうそう、それがね、大きいの、結構 大きい施設だから、綺麗だよね、あそこはね、うん、そうなんだ。そう、札幌市民の方で亡くなった方は定年山口に、うん、あの送られる感じ。そうですね、行かれる方多いんじゃないかな。その場の近くで、改めてゆっくりとこの1年を振り返ってそれは何、あの、あ、この最終あの2期最後的なまとめ、まとめですね、押したいなというふうに思っているんです。あ、なるほどです。そうなの、ほら、正確な位置を思い出せない。確かこの道、左に行ったの。そうだな、いつもバスとかで行ってるから。そうだよね、この先だな。今ここね、確かね、銭箱なので、札幌市に入ってから、はい、お、大山市から、はい、リップで来てました、はい、さっきから緑の線が2回ほど走ったけど、本当に誰も連れてきてないのってなんか緑の線が見えたそうですよ、画面的に。あ、なんかね、ちょこちょこあるんだよね、さっきから。これはなんだ、電波、いや、多分映像のトラブルだと思うんだよ。本当に連れてきてない。え、でもプレ放送の時からあったよ。ああ、そう。うん。連れてきてないんですか。え、カッタキ氏はなんか変な感じします？カッタキさんには乗っかってないよ。ただね、ちょっと傘もついてから一回車外に出て車をもう一回見させてください。はい。あんまり見る暇もなく来ちゃったもんね。なるほど。うん。
お前の席ねえから。だから上にいるとか。まさかの。やめてよ。いやー、しかしですなぁ。プレ放送の時からついてきてるんですねって、ウラステッカムさんが言ってる。それはね、プレ放送の時からもすでに現地にいたので、その可能性は十二分にあり得るんですけど。あー、そうだよね。寄ってきてた系かなぁ。寄ってきてった？着いた瞬間からもう寒くてさ、しょうがなかったもんね。パッパッパー、パッパッパー。汗流れるぐらいかくぐらいの厚がりのそして今全然そうなんですよね。いやーシャーって感じだね。一年間でもいろいろあった気がするな。いろいろありましたね、確かにね。だっていつから放送開始したんだっけ。んこの第2シーズン的なやつは、第2シーズン的なやつはうちの研究室からの放送も入れたら、うん、もう1年ぐらいになりますよ。ちょうどそうだよね、はい、今年の1月2月からぐらいだっけかね。うん、なんかそんぐらいかね。あ、10回ぐらいなんかやってのロケでのだもんね。でなんか気づいたら少女心霊っていうのができてるのみたいな。ああ、そうですね。あ、私この1年心霊アイドルとして生きてきた気がしてならないな。そういえば毎週レギュラー出てる。すごいね、毎週放送するなんてね。こんななんか冒険的な。でもね、楽しいよ。始める前はあれだけ嫌がってたいや、人間変わるもんだねえ、でもやっぱり現地行くとね、怖いし。ああ、近い。嫌なんだよね。私もそこになんか山口最上で、でも多分ね、まだ怖くないのがさ、あれあれ、きっとみんながいるからだと思うの。この信号左ですね。確かになんかアリスちゃん少ない人数の時はすごいテンション低い感じだもんね。でみんながいると心強いんだよ、うん、私勇者になれる気がした。勇者アリス、イエーイ。ということで、はい、お、着きましたか。もうすぐ着きます。ぼちぼち山口最上。なんか普通にさ、火の玉とかあるといいね。この辺結構ね、人玉、うん、そういうのが出るよ。なんで火葬場近いからじゃない、ね、あ、そっか。ぼっちぼっちって聞かれた。ぼっち最上、最上っていうのは焼き場です。火葬場、火葬場ですって言った方が正しいのね。はい、だそうです。ここにご遺体が集まって焼かれます。焼かれます。あ、入らなくていいよ。おばあちゃん入れないから。ここだ。なんかおばあちゃんになりたくなってきた。のりですさん大丈夫ですよ、気にしないでくださいね。おー、ま、ったり。いえいえいえ、ここ見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。でも私は親戚以外の幽霊には会いたくないな。まあね、親戚だったらなんか嬉しいかもしれない。ああ、でも私親戚の記憶あんまないんだよね。ああ、ちょっと亡くなったおじいちゃんおばあちゃんは私結構おじいちゃん子おばあちゃん子だった。あ、そうなんだ。のがまあやっぱりお年だから亡くなったりして。なるほどね。うん、皆さん一体どういう集まりですか。札幌心霊研究会というですね、はい、札幌もしくは北海道内の、うん、心霊スポットを巡ってそこから生中継をするという、はい、集まりです。はい、はい、ですです。ね、札幌ネットテレビさんというものの、番組の一環として私たちは今やっております。はい、はい、へーって、という帰ってきました。はい、ということで現在山口最上に着きましたので、はい、ちょっと周りを見て。火葬場に着きました。あ、車に何かついてないか私がチェックされるようですけれどもね、なんか変な音が聞こえたりとか、ね、個人でしょ。個人なの。施設テレビ局、非営利団体ですね。非営利団体で、札幌ネットテレビで集まっ
ってるというか、うんうん、活動自体はみんな結構バラバラ。はいはい。NPO、 いや NPO でもない、うん、ローカルな感じ。そう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 、ローカルな番組。博士が何か発見したようです。はい、施設テレビ、うん、ネットテレビ局。うん、まあね、ローカルな、そう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 、札幌で活動している、うん、まあ私もアイドルやったりとかね、はい、まあさゆりとかもね、占いやったりとかしてるんですけども、そういう風に、まあそうだよね、みんな社会人だったりする人が多いんじゃないかな。そうだね、なんだろう、改めて札幌ネットテレビって何ってあんま説明する機会なかったけど、私よくわかんない。こういう時はどうやって言えばいいんだ、なんだろうね、まあ、札幌ネットテレビっていうインターネットでまあこういう番組をやってて、うん、でそれでなんか私らとかがまあ抜擢されてパーソナリティみたいなのを務めちゃう系、まあ趣味でやってる感じ、うん、感じ、局長が、まあとりあえずあの楽しいコンテンツをこうね、そうそうそう、あの毎週お届け、ま、毎週代わり、曜日代わりにやってて、うん、で、この日曜0時からのコーナーっていうのが、札幌心霊研究会なわけですよ。はい、面白いよって来てくれた、ありがとうございます。あ、おかえりなさい。おかえり。車どうでした？さっきまで多分上乗っかってたのね。なにどうしたの？上にね、指でこうスーってこう、ちょっとほらやっぱり雪が降ったりとか雨が降ったりするから、ほこりとかついてる。あ、まあね、汚れのところに指の線がスーってついてて、上に乗っかってたってことは、サヤリの上あたり。うーん、え、ってことは途中で振り落としてきちゃったんですか？多分ね。振り落としてきたの？え、なんか心配になって。離れてった、離れてったと思うんだけど。いや、もう多分悪さしないっていう判断したからね。あれさ、PC 持ってさ。え、うん。おいで、ちょっと。わかった、行くね。あの、サヤリも来る？おす。じゃあちょっと移住年抜いてね。なんか車に異常があったみたいなんで、行きます。じゃあちょっとね。ほっ。あ、あ、開いてる？いける？はい。テク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 。おお。あ、あ。ちょっと明るくしましょうここ。ああ、本当だ。これ。あ、もうちょっと明るい方がいいな。照明だって。あ、これで見えるね。わかりますでしょうか。ちょっとね、暗。もうちょっと上から落とす。うん。車の上に、不自然に5本の。どう？もうちょっとなんか位置が、ああ、うん。来た来た来た。これですね。見てください。この不自然な5本の線。嘘。うん。やば。なんか、はーって入ってます。どうしよう。これはね、来た時にはなかったんですよ。もちろん、乗った時にもなかったですし。知らないでしょ。ねえ、ガチでしょマジだよ、うん、指の跡がついてますね。これマジです。これだと左手っぽいですね。そうですね何その冷静なあとね、冷静な分析もあとねさっき、まあ、ちょっと木をこすったんで、木をこすったのはこの辺だと思うんですけど、これ何、ね、いや、それ何、ここのところにシャーって、これだ、これこれはこれ乗り降りする、乗り降りするって書いてある。あ、そっか、こっちはねちょっとよくわかんない。いやー、ちょっと反射しないな。反射しづらい。でもね、うん、一番きついのはこっちですよ、こっち。どうしたのそれ。このね。どうしたっての？ちょっと見づらい、うん。でも、見えるね。うん。丁寧、丁寧の。丁寧、山口です。山口です。ああ、どうしよう。今、こういうのが、私、おりましたら、確認できましたので。どうしよう。ふさわしいという感じでね。はぁ、あ、物理的な、なんか、跡が残ってます。はぁ、あ、どうしよう、本当に。はい。ありがとう。もしかしたら、私、窓見たら、いたかもしれない。なんだよいしょ。この時に、追いすがった的な。え、しばらく上に乗ってました？多分乗ってたんだと思う。見えなかったからあれだけど。音がした時にあれなんですかね。今、もうちょっと行ってみよう。現地から、このままでいいよ。ねえ、本当に指の跡あったね。はい、うん、どうしよう。あ、写真撮るの忘れたけど、まあいいや。あの指の跡あー、丁寧な子在住だったらしいよ、ノリデスさんが。ノリデスさんが、なるほどなるほど、うん、
ん、近いとこにいますね。なるほど、近いとこにいますね。はい。ノリです。ノリです。うん、うん、まあということでですね、はい、あの本日お送りさせていただきました、はい、すごいなんか物理的にの例の跡が残ってるとなんかすごい伝わりやすいっていうかね、うん、このなんかあの現地の重苦しさとか結構伝えようにもなんかこう難しいところがあるんだけど指の跡とかもうあからさまなんでね。そうだね、あれははっきり残ってたね。びっくりしました。昔ね、アリスさんがおっしゃったんですけど、うん、あの撮ってる我々はガチなので、我々のテンションの下がりが一番なんですよ。一番ちょっとやべえなっていうのがあるからね。さっきそう結構カラー張ってんすよね、うん、このロケね。好きっていう声が聞こえた時に多分離れてたなと思う。その後でも落としたよね。いやだから遠くなってくるんだ。あしばらく上に乗ってたんだけど、あ、なんかもう捕まりきれない。ああ、うん、多分丁寧から離れていって、場所が遠くなってったんで、離れていったんだと思うんですけど。そっか、のりさんはね、うん、10年いたんだって、丁寧、うん。でも今は西区にいるそうですよ。あ、なるほど、なるほど。ありがとうございます。私も昔丁寧に住んでました。実家が丁寧なので。なので、あの、おばあちゃんをここの山口斎場で、斎場で焼いたんですけど。なるほどね。うん、まあ、そんなわけで、身近にね、結構こんな感じで。うんね、ありますよね、怖いとこね。そうですね、はい、ということで、あの皆さんちょっとあのそのガチな現象を。だってこれも含めて ね、あの12月の30日にラジアンドレコーズで、だってさ、はい、ね、多分1年間これやってきてね、こんだけのはっきりしたさ、現象起きたのは、初めてなんだ、はい、で、あの、記念撮影は、この指の跡を、とですね、あの、皆さんの、あの、顔を近づけてですね、記念撮影をしたいと思いますので。指の跡、ひどいね、どこまでもなんか。ここで記念撮影しますので、皆さんご協力。怖くないのかな？怖いくないよ、俺は。私は指の跡そんなに怖い。ダメなんだ、ドン引きですか。ドン引きっていうか怖い、ね。怖いですか。あっと思って、あっと思って、あっ、はい、あって感じ。という感じで、まあ本日ね、まあ、もうそろそろお時間もいい時間になってまいりましたので、この辺でお別れしたいなと思うんですけれども、はい。まあじゃあいや、全然当たり前じゃないから。あのね。まあ怖いですよ、うん、ね、そりゃあまあなんかこんなね、あの真夜中にしかも不気味な場所に行くわけですからあ、全然当たり前じゃない、そんなね、あのまともじゃないっすよ、はい、まともじゃないっすよ、はい、ね、うんうん、ということでですね、はい、あのまあまあいい時間なので、にゃ、皆さん今日ははい、セカンドシーズン最終回ということで、はい、お送りさせていただきましたけれども、はい、はい、ということで、まあ、3連休中日でございますけれども、中日にね、ふさわしい放送の方できたんじゃないかなと、いや、本当にね、いうふうに思っております。どうするよ。ね、ということで、心霊結果会最終回、はい、第2セカンドシーズン最終回、最後にして、エンディングテーマを流しながら、はい、お別れしたいなと。はい、少女心霊の、はい。テーマソング、はい、オリジナルソング、はい、私はドール、はい、私はドールですね、はい、作詞作曲徳野大輔、はいはい、というあのこのエンディングテーマを初めて流しながら第2シーズン終了、皆さんとお別れしたいなと思います、はい、はい、また放送第3シーズンが始まるところ始まるまでですね、はい、お待ちください、はい、はい、今日は見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。でも、ドキドキハラハラが共有して、あのね、分かっちゃってもらえると嬉しいです。ね、第3シーズン、詳しくは、Facebook の札幌心霊研究会のページをご覧いただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは皆さん、おやすみなさーい。あ、ストップしちゃった。いいよ。